わけで、今日もやってまいりました。今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。これさ、またパンツみたいな。おかしくないでしょ。だってうちら耳これだよ。確かにね、こっから聞こえてんだよ。そうだね、猫さんだからさ。猫さんだよ。なんでコスプレしてんのみたいなさ、ご意見をね、ちょっとなんかもうでかすぎてマスクが目が隠れる。はい、なんかまあ趣味でね、うん、というかね、やっぱ白黒チャンネルやるときはさ、はい、あ、普段別にね、うん、こんなかそうそうそう、普段は普通に生きてるんですけど、うん、白黒チャンネルやるときはさ、スイッチをね、白黒スイッチを入れるためにね、まあ、こんな格好させていただいておりましてですね、まあもしかしたらちょっと見苦しい点もねあるかもしれないんですけれども、はい、まあ、それでもね見てくださる方がいたらね見ていただければね嬉しいなと思っております。はい、じゃあいろはちゃん今日は何やるんですか。今日は、うん、あ、新しい教頭がなんで、あ、そっちだね、ガチャしようか。ガチャしようか。あ、そうだ、白猫だ。白猫じゃないよ。はい、ニコ、今日はですね、ニコ生だよ。一回切るよ。はい、今日はですね、新しい、あ、ですね、ニコ生がね、この間初めて白猫ニコ生やりまして、うん、ニコ生コラボでですね、ニコ生コラボでですね、うん、いろいろね、ジュエルとかジュエルとかジュエルとかもね、いただいちゃいまして、いただいちゃいましたね。2人で10回ほどですね、ガチャを。うん、いけそうなのでそれを引いてみたいと思います。思います。はい、いっちゃおいっちゃおバンバンいっちゃおお願いします。はい。耳がどれちゃうよ。ちょっとどうしたらいい。どうしたらいい。こっち、あ、こっちか。じゃあ記念すべき1回目。1回目新キャラ出たらすげー。おー、行ってきます。新キャラ欲しいよね。新キャラ欲しいよ。金になれ、とりあえず金になれ。金、あ、金、シルバー、あ、金だ、金、金、金、あ、クリストファーさん、僕の家知りませんか。全く音が、クリストファーさんちはね、ここじゃないんですよ。音が入ってなくない。あ、私が出てないんだ、ごめん。あ、びっくりした。出てる、出てる。あ、出てきた。あ、失礼失礼。ごめんごめん、まあ、クリストファーさんだからごめんね。うん、ごめんね、クリストファーさん。もう一回、うん、君の家は知らないよ。2回目。あ、金早い。あー、うん、なんか出てきたね。なんかいたね。なんだっけ、いたね。今日調子いいよ。でも私、うん、入るんだもん。入るん。こないだだってマジ鎧4連続ぐらいできたから、ね、ああ、もうその分今取っといたんじゃないの。取っといたかな、うん、じゃあ3回目。はーい、チョキン。5回しか引けないの。うん、金だし。あ、パステルちゃん、パステルちゃんじゃないこれ。パステルちゃん、君たちメシウマだと思っただろ。チュニさん、メシウマ来たこれと思っただろ。来たこれだよ。来たこれ、やばい。初めての剣士の星よ。やったー。来たね。持ってるね。来たね。あー、びっくりした。どうしようかな。いいね、パステルちゃん、いいの、羨ましい。ちょっとなんか、じゃあ、やりますか、はい、続けてね。続けて。なんか、あと2回でしたっけ。あと2回。いや、10回だ、あ、5回だからね、すごいよね。いや、すごいよー、びっくりしたー。ちょっとあともう引かない気がするよ、もう使い切っちゃったもん、全部。ほらね。まあまあ、そうなるね。猫ちゃんだよ。猫ちゃんだよ。白猫ちゃんだよ。猫ちゃんだね。びっくりした、うん、まあいいよ、ルーンも必要だよね、うん、はい、じゃあラストいきます。ラスト1回そうなるね。まあ、はい、鎧さんですね。まあ、いつものね、まあ、いつもの人たちだからさ。鎧さん、耳が。もっともっと。あー、びっくりした。びっくりした。
やったー、マステルちゃん、イエーイ。ちょっと大事に育てます、マステルちゃん。次は武器が欲しいな、パステルちゃんの絵筆のようなね、絵筆のようなチチってね、武器欲しいよね。私パステルちゃんに投票したんだよ。おー、あのね、今までね、フォースターね、うん、投票した子が出てる。ミラちゃんもね、イリアさんもね、スピカちゃんもね、投票してたんですよ。うんうんうん、なんか愛ですね、愛が伝わった。いいの、ちょっとイルハちゃんも愛出しちゃおう。誰投票したの？私、あのね、通信制限かかっててね。そっか、あんまり投票できない。全然できなかったんだよね。はるかちゃんにしか投票してない。あ、わかったわかった。じゃあもう一回はるかちゃん来るよ、きっと。スタールーム持って。来るかな。いろちゃん持ってきたよー。なんてやりたかったのに。私のものよーっつって。この辺にちょっとスター置いといて。この辺に。うん、はい。というわけでね、チューニーさんガチャね、パステルちゃん引いちゃいましたよ。パステルちゃんめっちゃ欲しかったからさ。うん。からのね、うん、あやはしん、いろはね、失礼した。いつも間違えるから。からのね、うん、いろはしん、いや、しんじゃないし、いろはしん様、しんじゃないし、あれ作ろうか、あの、なんかそんなパステルみたいなさ、パステルちゃんみたいなさ、引いた後にさ、これさ、やだな、わかる。私のさ、これ出るんじゃない、私のさ、いつもの気持ちさ、すごいさ、あれでしょ。いつもさ、あ、いろはちゃん引いたな、どうせ私出ないんだろうな。いやー、これ出ないんだろうな、だよ。でしょ、うん、でもやっぱりシャオフーちゃんの方が可愛い。シャオフーちゃん可愛いね。しかもいい話らしいからさ。シャオフーちゃんになったら引こうかな。おー、あなた、この子、この子欲しい。はい、はい。あ、まあね、最初はこんなもんですよ。さっき見たよね、うん、鎧さんね。なんかもうすっごいまたこれ来ない気がしてきた。この始まり方。さっきパステルだったんだもん。はい。ああ、銀銀続きの夢だけど、やだー。やばいね。私もやばい、この流れで4体か分かんないけど、うん、4体星にからのはるか出したから。もう最後の最後じゃんそれ。いやめっちゃだよ、もう諦めた最後のはるかちゃんだよ。おっ、チュンベイちゃん、またチュンベイちゃん来た。チュンベイちゃん、スタールーム初めて来た。すごいじゃん。スタールーム初めてもらった。突できる、突トツ、はるかちゃんトツできるよ。第一歩。うん。まだ一個だけ。これ初めて。いや、すごいよ。初めて。すごいよ。よかった。ちょっと嬉しい。ねえ、よかった。いいな。よかった。スタールーン来たよ。スタールーン来た。よかった。やっぱ必要だよ。いや、新キャラ。シャオフーちゃん、来い。あ、あれな、あれだ。あれだ。この子初めて。あの、でもちょいちょい見かける、ね。うんうん、見る見る。なんですか、キスミラちゃんだけ、なんかそんな名前じゃなくて、あやめちゃん、あやめちゃんだ。なんか花の名前、なんかわかる、あやめっぽい。え、ラスト1回じゃない、これラスト1回だね。いやでもチュンベイちゃん出たからさ、大丈夫だよきっと。そう、いやーでもなんかこう、もういまいちも大丈夫、絵的には大丈夫。ほんと、うん、やっぱり引き強だなって思うよ。いや、まあそんな感じだよね。いやだってうちらさ、10回中さ、星 5じゃねえ、星4がさ、2体だよ。そうだね、うん、5回に1回だよ。そうだよ、5回に1回だよ。私もだってはるかちゃんも5回に1回だったしさ。そうだよね。だって5回に2回ぐらい引いてんだよ、チュンベイちゃんとリンゴちゃんさ。ああそうだね、リンゴちゃん1回でチュンベイちゃんが3回、うん、いやー、あーい、録画しなかった事件。あ、録画しなかったかも。あ、今録画した。あー、今録画した。ガーン、ガーン、ちょっと読めないから、ここで見せてくれ。だから今ちやる気は出なかったのかな、みんな。みんな、みんな、誰が、あの視聴者の皆さんが。違う、ここに出てくる子たちが。あ、そういうこと。うん、うーんと、うーん、
覚えてないよ。あゆめちゃん出た、あゆめちゃん出た。出たね。しゅんめちゃんが出たから、うん、スタールーン出た。スタールーンが出た。ひどいな。ひどいね。あー、もったいないね。もったいない。そう、これ私たちの思い出の中には。はいはい、いろはちゃん取りやすいちゃった。しゅんめちゃんとしゅんめちゃんのさ、静止画をさ、うん、出しとこう。出しとこう。これね、うん、ショックで、うん、立ち直れないかもしれない、うん、はい、はい、というわけで今回のニコ生ガチャガチャ結果発表、結果発表。はい、私のね、うん、5回引きましてですよ、ハイルーンが何個だ、ハイルーン3つとおにぎり1個とパステルちゃんゲットしました。初犬種星4、ダグラスさん以外、うん、いやよかったね、これで全種、そう、揃ったよ、本当に全職種揃ったね、うん、いやー、よかったです、よかった、ありがとうございました。はい、いろはしん、ちょめちゃんがスタールーンを持ってやってきました。キラーン、キラーン、ここにスタールーン入れといて、キラーンって持ってきたんだけどさ、持ってきた、録画し忘れた、ポリポリ、ごめんなさい、ごめんちゃい、ごめんなさい。はい、というわけでね、私たち、うん、ツイッターやってます。はい、こちらツイッターでマルチ募集とかするのでぜひ登録お願いします。あと YouTube チャンネル登録、この辺にポチッとなと赤い丸か、この下の赤いボタンから登録できますので、ぜひ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 登録お願いします。お願いします。はい、ほぼ毎日更新してるんですけれども、そこでね、こう登録いただけますと、キュッとですね更新通知が飛びますのでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまた明日、じゃあねー、バイバイ。今日もグダグダでごめんねー、顔見えてないよ。うい、どう、外した方がいいかな。いや、いいじゃん、今日は、いい、今日はいいかな。次から外してもさ、みんないいかなって。マスクつけてた、聞いてみよう、うん、あ、そうだね、あのマスクつけてた方がいいよっていうのならば、もう これでやるからさ、みんな言ってね、正直に言ってね。なんか怪しい、面白い。黒とかにしとけばよかったね、黒。あー、確かに、なんか絵、うん、とか描けばよかったね。あ、猫ちゃんとか口とか描けばよかったね。あ、そういうこと。あ、全然描けないやつだ、ダメだった。ひげ生えたぐらいだね。そう、汚いくていい、大丈夫。汚くて